どううももこんにちはペンとととカメラと雑記帳高橋ですすいいつごご視聴ありがとうございますさて、えー、皆さんに以前お話しした通りですね11月7日月曜日でしたけれども、えー、私が10年取り組んできました弓道のですね、えー、なかなか難しい審査というものをですね受けてきましたこれとノートをどう活用したかというお話をですね今日はメインでさせてい,きた,い,いただきたいと思います これはいつもの365デイズノートにこうもうあの帰ってきて帰宅してですねパパパッとメモったもので、まあ、あの大したことではないです <laughs> 的のどこに当たったかえどこに当たってどこに外れたかということを、えー、まあ記したものですね単純に書いただけですあの特に、えー、反省とかそういうことではなくて記録したログしたということですねさてそれで えー、以前皆様にご案内さし上げた通り弓道ダイアリーというものをですね作ってこの2週間ですね取り組んでまいりましたはいえっ、ー、とまさに今袋から出してですね昨日の審査だったんですけれども、えー、この状態で持っていっておりましたさらに、えー、と他にもノートがありましてえっ、ー、とちょっとこう あとでお話しますけれども面接などもあってですね覚えなきゃいけない口頭試問みたいなことなんですよねまあ簡単に言うとそういう面接の審査というものもありますので、えーまあ、直前でこう何、うん、て言うんですかねあの付け焼き場ではありますけれども勉強できることをしたいなと思って、えー、そのとにかく書き散らし用に何かということでノートを持っていきましたただこれはですねあの使いませんでした えと持っって行たただけで終わりましたそれからもう一つですね、えー、とロルバーンを買ってまだあのつい一昨日かな買ったばっかりなんですよねでこれから使いたいなと思ったんですけどちょうどいい機会だと思ったので、あのーまあ、これよりもですねこっちの方が気分が乗るようだったらこっちを取り出して描いてみようと思ってこれも一応持って行きましたが開封すらしておりません。 パリパリ音をさせて持って行って持って帰ってきたっていうだけのことです。またいずれ、えー、とお話に登場してくると思います。さて、この弓道ダイアリーなんですけれども、えー、作りましたのはですね、約2週間前のことです。で、後でお話しさせていただきますけれども、そもそもですね、この弓道の審査っていうのはなかなか難しいんですよね、自分にとって。あのよく当たるし、もうね、 何の問題ももないいいよっていう人もいればですね僕のように苦労に苦労を重ねてやっとここまでたどり着いたけどさらにその審査が難関だというような人もまあ少なからずいらっしゃると思うんですよ。それで、えー、まあなんとかしたいなということでノートを活用してみようとまあここぞ出番であるということでこの弓道ダイアリーというものを作りました。そそもそもあの9月のですね えっと今日はボールペンで9月の19日に、あのー、今年の秋の第1回目の審査といいますか、まあ、コロナとかでですね予定がむちゃくちゃに、まあ、どうしてもなってしまったところがあってこれも臨時審査なんですよそして11月7日、えー、今から遡ると昨日ということになるんですけれども この間この2つあったわけなんですけれども同じ内容の審査です、えー、とどちらもですね今年の、まあ、おそらくコロナということの,あの対応をしてくださったんだと思うんですけれども臨時審査で全国から受診にいらっしゃいますそれで前回はですねちょっと数えるのを怠ってしまったんですが今回570人ほどの受診が 受信者がいらっししゃいましたおそらく前回も同じだったと思います。で合格率というのがですねえー、っとこいずれも3%なんですよ。なかなか厳しいつまり弓道界のトップガンは一体誰だというようなまあ僕にとってはですねもうそう言い切って問題ないくらいの難関。 なんですよね、えー、と9月19日、えー、この時はですね確かあの旧道ノートにですねはいあの記してるんです旧道ノートこれが通常使ってる旧道ノートなんですねはい、えー、これに記してましてですね全然ダメだったんですよとにかく全然ダメだったんですあの頭の中にはですねチェックリストがいっぱいあったんです こういうふうに弾き始めてこういうふうに力の具合があってこの軌道を腕が描いていってその時に呼吸がこうあってってもう全部頭の中に精密に入っていたと僕は今思うんですけれどもただじゃあそれをですね実際に弾けたかどうかっていうことになるとこれはもう全然ダメでした。 つまり頭の中にチェックリストがいくらあってもいざ体を動かすとなるとですねまあそれが連動して全てこうデジタルじゃないですからスイッチを押せばそれ,それが100%きちんと反応するというふうに人間の頭も体もできてないと思うんですよねですから頭の中には詰め込んでいることがたくさんあってそのチェックポーセ100%実行できればですねおそらくいい 結果になったんじゃないかと思うんですけれども頭でっかちですよね頭でっかちになって体が動いてなかったんだと思うんです体を解放する気持ちと言いますか体を100%働かせてやらないと球道というのは難しいんですよね、まあ、どんなスポーツもそうだと思いますそしてこの9月19日の段階ではですね僕は頭だけで望んでしまった ように今は反省しておりますその反省に基づいて導き出した言葉言葉っていいますかもうたった一つに絞って昨日の審査まで頑張ろうと思って一つ言葉を選んだらですね「野生を磨け」っていう言葉だけでした。いろいろあるんですよ細かいことはできてないこともたくさんあるし注意しなきゃいけないし。 ということはいっぱいあるんですけどでも一つ言葉を選ぶとしたらですねこれに尽きるなというふうにまあ自分で結論付けたわけです勝手ながらそしてそれで、えー、これを念頭にずっと置きながらですねこのお約6週間んもっとあるんですかね僕にとっては1か月半ぐらいの感覚でしたけれどもこの間をこれに体 と対話して野生的なエネルギー活力こういったものを導き出せるかというところにえまあ稽古で意識してそういうふうに時間を使ってきたつもりですさてえそれでまああの最後2週間くらいにこ,れこれの2週間くらい前がですねちょうど10月の24日にあたるんですけどどちらも月曜日です。 この10月の24日にですね、えー、この弓道ダイアリーを作ろうと思い立ちました無地のパスポートメモを裸で使っておりますそれでもう自分でこういうふうに弾いていって2週間この24日の段階で作ったノートなんですけども前日のことも記しておきましたそれでこう、まあ、日々を っって言って言なるべくこの7日11月7日このゴールに向かってですねまあ自分のその気持ちを高めていくまあ気持ちは高まってはいくんですけどまあうまく自己管理していくということでしょうかただ自己管理っていうとですねどちらかというと抑えつけるようなところがあると思うんですけどむしろ僕の目的としたいものは反対で。 一気にパフォーマンスが発揮できるような気持ちにどうやったら持っていけるのかなというところですうまく言えませんね <laughs> まあつまり車のエンジンをかけてです、ね、10分経ってベストパフォーマンスが出る、まあ、これが多分エンジンには一番理にかなった運転の仕方でしょうし多分物理的にもベストパフォーマンスが出るんですよねきっとまあ30分という人も1時間という人もいるでしょう ただ、弓道のこの審査の場合はですね、もう始まったらいきなり100%出せないと、まあ合格は望めないというところがあるんですよね。ですから、自己管理という言葉で言いましたけれども、むしろ解き放つこん、なんて言い合いですかね、解き放ち方ですよね。一気にバーンと行くっていう。<laughs> ことでですすうまく全然言えないです、ねはい、そのためにこの2週間をどう過ごすかということで、えー、ログを取ってきましたログを取りつつ明日はじゃあここをやろうという、まあ、予定表というんでしょうか23日以内の目標を立てていくまあ具体的に言うともう明日ということが多かったです自己暗示も大きいんですよ 自分は頑張るぞっていう自己判示っていうのもすごく多分大きいんですけどまあこのどうやったら自己判示かけられるかっていうことは僕はもう全くわからないのでとにかくこれをつけてログを記録して明日を見つけるっていう簡単に言うとそういうことだと思います。それで見ていくとですねえー、っと24日このノートを作った時はですね55%あこのっていうのは えー、引いたたた数数をを分分母としてです、ね、当たった数を分子にするこれがまあ通常の9道の記録の仕方なんだとまあ勝手に思うんですけど僕の場合はまあそれをやっても70%を超えることっていうのはまあ基本的にはなかなかないんですよ。 すごく当たる人だったら 90%95% もう外,す外さないっていう人もいますけど僕の場合は凡人ですのであのやっぱり2本当てたら1本外すというようなことが、まあ、この濃密な2週間の中でもですねまあそれが自分のベスト状態かなというふうに思います。まあ、なあのもちろん あの平均すればそういうことであって、えー、当たり出したら4本当たるとかですね外れ出したら2本外すとかですねそういうことはやっぱりありますただそのムラをなるべくないようにしていくっていうのは大事なことだとは思うんですよねはいそれでごめんなさいこのパーセンテージっていうのは自分の気分です 自分は振り返ってみて今日の社は55%の出来栄えであったっていうふうにここに記録してるということになるわけですね。そしてまあ仕事とかあ,のあえて体を休めるという意味があってこの×がついてるところは弓を引いてない日ですね。えー、っとここも休んだか。ということはうん、まあ、この2週間でも5日間は休んでるっていうことですね。それからあの社会はですね、うん 行ってもあの社会に参加してもですね練習したわけではないのでこれは三角にしておきますね。とするとあんまりとことん練習できた日っていうのはそんなにないんですよね。で、えー、っとこの55%がですね27日などはですね30%まで低下してますね。 そして翌日はですねいきなり85%に上がって「分かった」って書いてますね。で、えー、あえて休んで社会に臨んだんですけどもこの日はねダメでした。本当にダメでしたね。気持ちはすごく前向きなつもりだったんですけどもう自分では本当に情けなかったです。もうい,いわば20%の出来栄えでした社会の内容は。 でしたそれから改善しようと試みてですねうーん75%まで上げることができこれをどんどん上げていけばいいんですけどやっぱりぶどまりみたいなのがあってですね60%に落ちてしまったりとかですね弓道ができなかったりとか、えー、とまた社会があったんですけども全然ダメでした。 これはあの審査と同じ会場だったので本当にまずいなと思ったんですよまずいなと思いながらもまあそれはもうしょうがないですから2本しか弾いてないんですけどもどちらも外してしまいましたねただ矢の飛んでいくスピードは抜群に良かったんですよピューッとまっすぐビューっていうよりもう瞬間移動ですよねピューンと飛んでいってピューンというのもちょっと違うのかな スパンと飛んでいったんんでですねスパンと飛んでいって当た,当たらなかったんですけどもでも気分としては40%僕にとっては当たる当たらないよりも矢がきれいにまっすぐスピードたっぷりで空気を切り裂いていくように飛んでいくっていうのはすごくイメージとして大事にしてることなんですけどもあの当たったところでむにゃっと飛んでいって当たったりとかですね気持ち悪い感じで あのちょっとまっすぐじゃなくてまあ野球でいうシュートとかカーブとかそういう現象があったら嫌なんですよね、まあ、だから外したけどもまあ40%かなってそれから4日の日はですね朝黙々と弾かせてもらったんですけど思ったよりパフォーマンス上がらなくて50%でしたであえて休みを入れました でそしてもうこれが審査のこれが審査ですから前日になるんですけれどもこの日はねあのもう12本くらいしかもうとにかく少ない数しか引かないと決めておりましたその上で調子が上がったらいいなというふうに思っていたんですけども心のゲージはですね85ぐらいままで上がりましたねこれは良かったって自分でも思いました。 ですからもうスパッとやめて稽古はやめてもうこの気分を持続して本番に臨みましたということなんです。で結果的にはということなんですけどももう大変ありがたいことにですね1次審査2次審査ちょっとこの辺りあとで少しだけ補填しますけど、えー、と当たりました2本当たりましたこれが的ですねこれがねえっ、ー、と 3 6ンチなんですよ直径がそして一定のところからこの的の距離が2 8ルなんですねですからまあすごく小さくは見えます、えー、でもうまく当たってくれると本当に嬉しかったですね嬉しいというかその感情もうニヤッとしそうになるんだけど押し殺して淡々ときちんと。 パフォーマンスを出そうと思ってきましたそしたらありがたいことに一時合格しましてですねもう本当に嬉しかったです。で面接というものがあってですね口頭試問みたいなものなんですけれどもまあそのためにあの事前の。 うん僕は1時間くらいにわざとしたんですけどあんまり長い時間やると疲れるんだろうなと思って1時間集中して勉強しようと思ってでも結局なんかちょっとおしゃべりしてたりしていろいろだったんですけどもあのまあこういうノートを活用してですね暗記すべきこともあるんですよ頭に入ってるようでいてあの口で聞かれて口で答えるっていう案外難しいんですよねきっと。 僕ももあんんまり経験がないんですけれどもあの口頭指問というとその、ね、学生時代のこうちょっと震え上がるような気持ちを思い出しちゃいますけれどもまあそれです、えー、それがありまして面接ですから人柄いやそのまあ礼儀作法そういったもう総合的に見られるんだと思うんですけど、まあ、この人は本当に合格するに値する。 弓道に対する客観的な知識とかねそういうものを身につけているかどうかということを問われるわけですよね。それであの弓道教本というのがあるんですよ。弓道教本というものがありましてこれはもう弓道家弓引きはですねもう全員が持ってる本です。まあテキストと言っていいのかどうかもう。 戦後まとめられてですね改訂を経て非常に充実した内容です。練習して自分ででめっていうところもあるんですよねそれから図解なども入っていて僕はよく見ます。あなんかここ自分はこの右肘がねちょっと垂れてるなとかだれてるなとか思うことが最近多かったんですよ。 ですからビシッと張ろうとかねそういうような意味合いで、あのー、自分に気づきを与えるためによく見ましたでこのこれを直前になってガリ勉するわけですけどもガリ勉したんですがまあ結局はですねあのー、教えてもらいましたうか一緒にねあのこれから面接受けるよという人にですね教えていただいてあなんか まあいろんなことがこうメモってあるんですけどもこうだよとかこんなこと、まあ、結局これだけしか書かなかったんですねもうあとはもう頭に叩き込むしかないですからね書いて覚えようとも思ったんですがあんまりあのガリベンガリベンしてるとあのね人を壁を作って跳ねのけてるみたいになるのも嫌だし。 やっぱりこう、ね、穏やかに話しながら気持ちは穏やかに持っていたいなっていう気持ちもありますからまた話の中で気づきもありますからね、まあ、あのおしゃべりな雰囲気したいなという時にはもう積極的にそういうふうにそれで実はですねこれが大変難しい審査なんですよもう自慢話じゃないと思って聞いていただけると幸いです。 えーっとですね570人のうちで1時をパスした人がですね40名なんですよねそうすると「ヘイシリー4 0 ÷ 5 7 0割って言って計算してもらったらですね7%でしたよくぞここに入れたと思っても本当に嬉しかったですね でこれがもう午前中で僕の場合はあの結果が出てもう朝の10時半ぐらいには多分結果が出て嬉しかったんですけどもまあ、それからですねずっと待って3時半ぐらいから面接があってですねはいそれからそれに続いて2時がありましたで1あごめんなさいでもうちょっと細かいことを言うと1時で2本トライします で2本とも2本とも当てないとあの合格できないですね基本的には弓道ではあの当てるっていう字をこの字を使います当てるこれで当てるって読み,読みますねで僕の場合はありがたいことにこういうふうに当たりましたのででまあ他にも問題はあったんだと思うんですが目をつぶっていただいたのか何かあの 本当にラッ,ラッキーって言うと他の方に失礼になるのかな。本当にありがたかったです。1、えー、時パスってこの7%に入ることができたんですよね。そして面接があって2時があるんですけど2時も同じです。2本トライがあってこれも2本ともやっぱり当てることを求められますけれども残念ながらですね僕はですねえっ、ー、とごめんなさいちょっと 多分こことここここなんですよねあこことごめんなさい間違えちゃったこことここだなもう何しろですねえー、っと車を引き始めたのが4時20分くらいからだったと思うんですけどもうもうかなり薄暗いんですよでなぜかその車上ではですねあの普通的のところに蛍光灯上などについてて 照明が当たるようになってるんですけどもそんなにギラギラでビカビカなもんじゃないですよ、まあ、ほんのりと明るいという程度のところが多いと思うんですがつけてくれないかなと思ったけどどどんんんん夕闇に沈ででいくんですよねそれで音がしてあ一本目当たってくれたなっては思ったんですよ思ったんだけど全然宿所が見えないんですよどこに当たったか分かんないんですよ。こことかここととかかって 私今言いましたが勘です音でそんな気がするっていうだけのことですそして2本目はもうこれは音で分かったんですけどここに飛んで行って外れましたからだいたいこの辺りに外れてるという風に思いますというわけなんですよ本当はこの1本2本3本4本ですね当てたいとこなんですよね当てたいんですけどもまあそうそう当たらないのが ね、ですでしかも僕はあの振り返りますと100%だったことが今までこの2週間で一度もないんですよね。できたと自分は100%の出来まで持っていったって思えたことはないんですよ、まあ、でもこの85%が最高でありがたかったですけどもでもこれとって結局はですね4本引けば1本外すっていうような確率じゃないですか。 それが現実にやっぱり起こっちゃったってことですよね。というわけでこの二次はですね、えー、もう二次を通れば最終的に合格ということになるんですけども二次を通れる人は3%なんですよねあるいは3%弱これはあの審査の、えー、状況によって違います。 3%か3%以下ってことなんですよね。でこれでダメなのか私はダメなのかつまり不合格なのかこれで合格するのかまだ実は分かりません。こ <laughs> これが昨日のことで,すで今日はできたら結果が伝わってくるといいなと思ってるんですが。 まだあの現段階で伝わってきてなくて今まあ首を洗って待ってるとそういうような状況ですねですので私の首は今大変きれいな状況なんですけどもあの待ってます待ちながらワクチン接種を今日はしてきましたというような日でしたですからまあ振り返るとですねこの2週間こうまあ日々淡々と書いてきたつもりですけれども 残しといて良かったなぁと思うんですよ。まあ合格しようがしまいがですね、もう本当に全力を尽くしたっていう気持ちにはもう変わりはないです。これで不合格でも特に悔いはないなと今思います。ちょっと人のお名前だけは隠さしてもらいましたけれども、えっと。 こういうまあちょっとずつねメモってるんです。あんまり複雑なことはもう書くのはやめて、あ書いてるところもありますけど、もうポイントを絞ってですね書いてます。まあ悔や悔しいんだけどちょっとねいいところも見つけておこうということでしょうか。 あと弓とか矢を持ち帰って翌日に備えなきゃいけないから車で行くことってこれが一番頭の中にあったりしますよね。で、イメトレのみとかですね。まあ、こんな感じで当日を迎えました。さらに、日々のことで書き足りないこと。えっ、ー、と、まあ、自分でまとめて端的に 言葉ににするっていうふうふ先ほど言いましたけど先生の言葉でそのまま書いておいた方が振り返った時にまたあの引き締まる気持ちで、えー、読み直すこともできますのでそう思った時はそういうふうに書いてあります。でこうまあこんな感じですよね。まあ大きな字ですからねあのこんなんだったらすぐのー使っちゃうでしょうとおっしゃる方も多いでしょうね。 あのー、そうですよ <laughs> もうすぐ使っちゃうんですこう書いてきてちょうどねこの辺りであもうちょっと前かなここかなここに糸が見えますのであどう,だろうあこ,前かあここですねここがセンターの糸かがりの場所になりますですからまあ半分今日使ったんですね 半分弱なら3位は V ですけど半分強ですねはい分かった人いますかね <laughs> はい半分強使いましたえっ、ー、とまあこんな感じでねこういうちっちゃなノートが、えー、自分を2週間、えー、山あり谷なあり上がったり下がったり気分がちょっと沈んだり上,が、まあ、上げるように努力したりそういう時に付き合ってくれたっていうのは本当に 頼もしい嬉しいいいい嬉相棒ににななってくれたなという,ふうに思いますですから結果はですねまた動画でお話しすることもあるかもしれませんけども僕はどちらになっても今は悔いはないなというふうに思っています。またあのだんだんですね、まあ、全力を尽くして出がらしのようになっている今日ではありますけれどもまた気力がチャージされてもう一回チャレンジしていくぞという気持ちになった時はですねまたあのー。 こういうノートを作ってですね、一緒に歩んでいきたいなというふうに思うわけです。今日は旧道のお話が中心になりましたけど、心の中ではノートの話なんですよね。まあ、分かっていただけたら幸いです。こんな感じでした。2週間、いい時間を過ごしたと思います。 えー、今日もですねご視聴ありがとうございましたよろしかったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたしますこれからも続けますのでよろしくお願いしますではまた